スクエア、言わずと知れた日本の RPG 業界の二大巨頭の一つであったスクエアは、もともとパソコン関連のソフトを開発しているメーカーでした。ただの小さなソフトウェアハウスだったスクエアですが、同社の社運をかけた一本、ファイナルファンタジーの発表で、一気に巨大ゲーム会社に成長しました。海外の TRPG やウルティマなどを参考に、ドラクエと徹底的に差別化を行った本作は、瞬く間に大人気となり、それに合わせてスクエアも巨大企業となり、様々なヒットシリーズを作り上げるに、至りました。しかし後に手を出した映画事業で、とてつもない損失を出し、スクエアは経営危機に陥りました。それを救ったのがライバルである、エニックスで、2003年に、エニックスと合併した、というのが表向きな噂ですが、実際は両社の経営戦略や強み、弱みが、真逆だったことからメリットを考えての、合併というのが真相のようです。その後はスクエア、エニックスとして、活動を続けています。タイトー、キャッチザハートのキャッチフレーズで知られるタイトーは、もともと戦後間もない時期に、ユダヤ系ウクライナ人である、ミハエル・コーガン氏によって作られた、輸入会社でした。後にウォッカの製造販売等を経て、1954年にジュークボックスの、賃貸業務やピンボール機の開発を経て、1978年にスペースインベーダーを、発表して爆発的ヒットを得てからは、ゲーム事業をメインとする会社となっています。アーケードゲームのみならず、家庭用ゲーム機にも多くのゲームを出しており、機械界のように、アーケードゲームから家庭用ゲーム機に移植したものもあれば、エストポリスシリーズのように、家庭用向けに開発された新規タイトルもあり、ヒット作もスペースインベーダーから現在に至るまで大量に存在する人気メーカーとなっています。アイレム、テレビゲームが生まれる前、1960年代に生まれ、後に70年代の黎明期に、おもちゃ屋さんや駄菓子屋さん向けに、ゲーム機を作っていた、ITM 商会は IBM より、名前が紛らわしいと注意され、社名を変更することになりました。そして生まれたのがアイレムです。シューティングゲームの大家である、R タイプや、パチンコでも大人気の、大工の源さん、そして災害で崩壊した都市での、サバイバルを描いた、絶体絶命都市と、様々な人気シリーズを確立し、現在でもそれらの続編を、作り続けている、有名なメーカーとなっています。また、日本のメーカーとしては、比較的早い段階から、エイプリルフールの嘘企画に、力を入れているメーカーとしても知られており、現在つぶらやプロダクションなどが行っているエイプリルフールよりはるか昔、1998年より取り組まれています。
クモ。テクモはもともと、帝国関西株式会社として、ビルメンテナンス業務を行う会社でした。その後、メンテナンスのノウハウを活かして、テナント管理を言っていましたが、さらにノウハウを活かして、自社で店舗運営をし始め、そこからアミューズメント事業に携わり、自社でゲームを開発という流れで、ゲームメーカーへと転向していったようです。アーケードゲームとしては、海外でも人気の名高い忍者龍剣伝や、デッド・オア・アライブシリーズ。家庭用としては、可愛らしいモンスターを育てる、モンスターファームシリーズなどが、人気となっていた同社ですが、不祥事も多く、パワハラやセクハラ、残業代未払いなど、大企業が抱える問題も、多く有していたようです。2010年には同業である光栄と、合弁して光栄テクモゲームスとして、再出発することになりました。Everything is mine. Delusion. Get ready. もはや説明する必要がない。世界的ゲーム会社であるカプコンは、辻キーこと辻元良三氏の父親である、辻元健三氏が台東からの出資で、設立したメーカーです。もともとはメダルゲームなどを、作っていましたが、後にファミコンに進出し、魔界村やロックマンといった、高難易度ながらもやりごたえのある、アクションゲームシリーズを開発していました。しかしカプコンの名前を世に知らしめたのは、やはりストリートファイター2でしょう。格闘ゲームという一ジャンルを作り上げた同作品は世界的な大ヒットとなり、現在でも世界的な大会の開かれるビッグタイトルとなりました。それ以外にも、バイオハザードやモンスターハンターなど、世界に通じる人気シリーズを数多く作り上げた超有名企業として現在も精力的に活動を続けています。データイースト、デコの名称で愛されたデータイーストは、1970年代に発足し、初期はアーケードゲームを開発していました。当時のゲームメーカーの例に漏れず、ブロック崩しやインベーダーゲームのコピーゲームで技術力を高め、後に独自のゲームを作っていきました。空手道やチェルノブといった、他のメーカーとは目の付けどころの違う、ユニークなゲームで、注目を集めた同社は、後にファミコンにも進出し、そちらでもメタルマックスシリーズや、ヘラクレスの栄光、探偵、神宮寺三郎といった、やはり他のメーカーとは、一線を画するアプローチのゲームで、根強いファンを築き上げました。しかし1990年代になると、
徐々に業績が悪化し始め、1999年、とうとう自己破産となってしまいました。同社の元スタッフや版権は、角川などに引き取られて、現在でもゲーム制作は続けているようです。テクノスジャパン、もともとデータイーストの専務であった滝邦夫氏によって立ち上げられたテクノスジャパンは1981年に創業を開始しました。社長と同名の不良高校生邦夫くんを主人公としたアクションゲームシリーズ邦夫くんシリーズの大ヒットで、アーケードゲーム、家庭用ゲームどちらでも有名企業となった同社は、もともと格闘アクションゲームシリーズであった邦夫くんにスポーツゲームやパズルゲームなど様々なジャンルを演じさせることでますます勢いを増していきました。コロコロコミックでの漫画家などのメディアミックスも展開し、順風満帆なテクノスジャパンでしたが、やはり邦夫くん一本槍では厳しいものがあったようで、1996年に倒産し、その版権はアークワークシステムに譲渡される形となりました。